あ、じゃあ荷物置いてもいいですか。はい、閉めますね。はい、ありがとうございます。ちょっと前に座りますか。はい、どうぞ。富士宮へスタートします。ありがとうございます。今日はすごくいい天気です。今日はすごくいい天気です。雲が暖かいとああやってかかってしまうんですよね。はい、今あの辺り雪があるところは7合目ですね。富士山が近くに感じるんですけれども、車だと富士山まで1時間から1時間30分はかかります。
今の匂いはあれは工場ですか、それともなんか動物虫とか。ここは、カニの町と言われて、日本でいう、エリエールペーパーっていう、あと日本製紙さん、トイレットペーパー、ティッシュペーパーの工場がいっぱいあります。その工場のお水をろ過した時に出るヘドロの匂いで、でも富士山の西も匂いは強いですそれが富士山行くとものすごく空気が違います。いや、なんていうファーム、なんか牛の、富士山の下が牧場になってて、で牛、豚います。スタートした時の気温は17度でしたこれからどんどん寒くなります。富士宮なんか長いですか？富士市から富士宮までは、どのぐらいなんか住んでますか？私ですか？私は50年。50年何回登ったことがありますか？なんか登りますか？富士山は小学生の遠足が富士山なんですよ、ここの町は。それを入れると3回登りました遠足で富士山は子供の時は大変です子供の時、子供の小学生の時の遠足が富士山の5合目で、みんなでグループに分かれて
乗っていくんですよ。大人ならそんなに大変じゃないですか。大人だったら大丈夫。子供はもう頭痛い。耳痛い。高山病。高山病です。はい。まあ普通あまり登りたくないでしょ。子供たち。そうですね。あのご来光を見たら。次は登らないです。だいたい、もうよく覚えていませんが、11回登りました。おすごい。まあいろいろな理由で。あ、じゃあ朝日の出が出て、はいはい、ご来光見れました。一回夕日。おお。でもちょっと天気あまり良くなかったです。まあ大体なんかいい天気、うん、なんかなんという撮るな、うん。あと霧がない、まあ、雲がない、いい天気ためにその、うん、そんなにいっぱい登りました。まあ、一回ドローンの撮影とか頂上、まあ、友達とか、うん、仕事場の人たち。
だけ登ったことがありますか。もう富士山に登ったからもういや山はやって山の町休んでいてもも小学生の遠足のトラウマの順あ、なんか出口あ、西富士道路というところから今度国道139号線になります。はい、昔ここは有料道路でした。ああ、はい、今なんかバイパス、今はバイパスで、はい、トラックもうだいぶ多くなりました。
私は富士宮口から一回登ったことがあります。あっちになんかカフェがありました。富士宮、ああカフェ、あカフェかな、まあ雲上、雲上雲の上、かき氷屋さんかな、うんうん、何か、はい、あれはもうなんか今の季節も影響してないでしょ。影響してる。そうですね、あの富士山の雪解け水を使ってるので、ああ、在庫があったらそのこと、そう、それでかき氷とかコーヒーとか、ああ、富士山の水から、水の、はい、ああ、そのこと。それ以外何かできましたか。富士山の途中は、あとはあのキャンプ場が今年オープンしました。あ、キャンプ場、はい、それ以外あまり何もないでしょう。富士山までは、うん、ないですねやはりあのゴミの問題がある。あ、まあまあ、その営業のなんか商品とかいろいろ、そうですし、こうそのゴミを例えばあのかき氷のコップ、途中で山の中にポイッっていうことをする悪い人が少しいます。うん、でも、うん、そのよしでこっちより全然、なんか吉田口なら、あの吉田口5合目はすごくなんていう、混んでいる、まあ混んでいるか、あのそのいろいろなレストランとかあって、なんか店とか、あ、ホテルも何かあります。時の住みかがあったりで、富士宮口は、去年一昨年かな、山小屋とトイレがあの火事になってそうなんです。それで、まあ、のまだ新しくできてないんです。はい、賑やかな道路あれはあっちは何、大体みんなはどこ、甲府まで、山梨、甲府、富士五湖、 あとあのこの秋は青木ヶ原樹海、うん、ほど、うん、今の車大体どこまで、 なぜそんなにいっぱい、キャンプ場があります。あとはここまっすぐ、あの無料で山梨まで帰れる道。ああ、うん、そのあまりなんか富士宮ためじゃなくて、どこか富士宮通ってどこか、甲府とか山梨、そうですね、はい。あとはあのどうしてもこのここはまだこれでも町の中で、さっきのところまっすぐ行くとキャンプ場がいっぱいあるんです。牛のああ、そうそうそう、はい、牛がいたり、その作業の車とか、はい、今ここまっすぐも登山道まっすぐ行きます、頂上まで初めて富士山、ここから見る人は、そう
ですね、30分で行けると思ってます。まあ本当にまっすぐ行くことができる場合はまあそのぐらいかな。でも道路はまっすぐじゃないでしょ。道路がまっすぐじゃないです。そうそう、同じところをこうくねくね、 そう、それで何か何倍も長くなります。でもやはり富士山の形を残しときたいから、うん、それはしょうがない、うん、いやあのまっすぐ普通の車でも登ることができないでしょ。そうですね、あのできるのはそのブルドーザー、ブルドーザーだから自衛隊があの遭難した人をあの行くの向かい、あの山の中走ってで助けます。迷子になっちゃう、ね、富士山で。ドラえもん、動物、そうそう、あ、動物、うん、あサファリパック。小さい子が通るのであの見守る、うん、っていう意味です。樹海ってその北にに北西しかないですか？ここあどこまでですか？昔は富士山の登る途中も青木ヶ原樹海って言われてましたが、建物が建って、うん、あ樹海の中に出てます。そうすると西の方に、西の方しか、まあ、はないです。はい、家に夜散歩も撮影しまして。怖い。真っ暗。いや、うん、まあ。これは、そのお茶？山宮浅間神社。あ、神社。はい、ありがとうございます。
いない。